画面を二度見してしまったお父さんもいたのではないだろうか。11月12日放送のスッキリ日本テレビ系の三浦麻美アナのスタイルが視聴者を驚かせた。この日のミトちゃんは V ネックのベージュのニットをタイトに着こなしていたため、ふっくらボディのラインが丸わかりで、推定 F カップの爆裂バストを大アピール。しかもそのベージュが素肌に非常に近い色で、パッと見ではその境目がわかりづらく、パッと見は全脱ぎしているように見えなくもない、なんともいやらしいスタイルだったんです。テレビ指揮者、癒しボディが男性視聴者に人気の三浦アナだが、それにしても最近の彼女のバストは大きい。スッキリに移動してきて1年が経ちますが、以前よりも明らかにバストがふっくらとボリューミーになっています。朝番組の担当になり、毎朝4時半に起きているという三浦アナ。深酒ができなくなって、生活習慣が改められたおかげで女性ホルモンの分泌が活性化したためではと、局内でも囁かれているんです。かつての E カップから着実に大きく成長していますからね。日テレ関係者、どうかこのまま、スッキリに出演し続けていただきたい。露口正義。